テレビ電波を止めると言った高市総務大臣。全く報道自由に反する憲法違反。安倍内閣の代表的な靖国女。靖国の政治利用は最悪、最低のネトウヨ。その高市が公選法違反バレた。国と契約する企業、つまり税金で食べている企業から違法な献金を受けていた。高市、お前は恥ずかしくないのか。豚うんこを当てるぞー、この野郎。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